皆さんこんにちは。今回は俳優の永山綾人さんに関する最近のニュースについてお話しします。永山綾人さんといえばドラマや映画で活躍する人気俳優として知られていましたが、2023年6月に大麻取締法違反で逮捕されるという衝撃的な出来事がありました。今回はこの事件の経緯や背景、そして永山さんのその後の動向について詳しくお伝えしていきたいと思います。まずは永山綾人さんのプロフィールについてお話ししましょう。永山さんは1989年生まれの35歳で、2005年にドラマ仮面ライダー狂気で俳優デビューを果たしました。その後数々のドラマや映画に出演し、演技力の高さと端正なルックスで人気を集めてきました。特に NHK 大河ドラマ青天を衝けや映画流浪に剣心シリーズなどの話題作に出演し、実力派俳優として評価を高めていました。そんな永山さんが昨年大麻所持で逮捕されることとなりました。この事件の概要をお話します。2023年6月15日の深夜、永山綾人さんは大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。週刊文春の報道によると、警察は永山さんの自宅から出た廃棄物を調査し、そこから大麻の成分が検出されたそうです。この時点で永山さんは記憶にないのでわからないと供述していたようですが、その後の捜査で事実関係が明らかになっていきました。実は永山さんが捜査対象になったのは2023年の春頃からだったそうです。きっかけは永山さんと関係が深い女性からの情報提供だったと言われています。この女性の正体については後ほど詳しくお話ししますが、永山さんの周囲の人物が重要な役割を果たしたことは注目に値します。警察は慎重に捜査を進め、約3ヶ月後に逮捕に踏み切りました。この間週刊文春も独自に取材を行い、逮捕の約1週間前から永山さんの行動を確認し始めていたそうです。つまり週刊誌警察ともに目をつけられていたということです。そもそも永山さんが大麻に手を染めたのはいつのことなのでしょうか。裁判の証言によると、永山さんが初めて大麻を使用したのは中学2年生の夏頃だそうです。その後大麻を使用することはありませんでしたが、18歳か19歳の頃に知人の勧めで大麻の使用を再開し、以来月に数回のペースで自宅で使用していたとみられています。永山さんは裁判で大麻を使用する理由について、吸うとリラックスした気持ちになり眠れるからと話しています。またまさか自分が逮捕されるとは思わなかったとも述べており、違法性の認識が甘かったことがうかがえます。周囲の人から大麻をやめるよう言われたこともあったそうですが、永山さんは使用を続けてしまいました。裁判官から、あなたのような仕事をしていると大麻の使用がバレた場合迷惑をかけると考えなかったと問われた際、永山さんは想像したことは何度もありました、まさか自分が捕まるとは思わず使い続けてしまったと答えています。この発言から残念ながら永山さんが自分の行為の重大さを十分に認識していなかったことがうかがえますね。さてここで気になるのが永山さんの彼女の存在です。週刊誌の報道によると、永山さんには同棲中の彼女がいたそうです。この彼女について分かっている情報は、28歳で身長170センチ程度のモデルだということです。黒い髪の綺麗な女性だとも報じられています。永山さんとこの彼女の交際が始まったのは2022年の暮れ頃だと言われています。同棲していたという情報もありますが、一部の週刊誌では半同棲だったとも報じられており、正確な同居状況は不明です。ここで気になるのが、この彼女と永山さんの大麻使用との関係です。実は永山さんが出演したテレビ番組、突然ですが占ってもいいですかの放送内容が後になって注目を集めることになりました。2023年4月17日に放送されたこの番組で、占い師の星ひとみさんが永山さんの運勢を占いました。星ひとみさんは
永山さんの女性運について次のように占いました。2023年は決断の年で、大きな決断をする年。それで私が一番心配なのは女運。選ぶ女の人によって運命が変わる。選ぶ女の人によっては逮捕される。選ぶ女の人によっては裁判の星。この占いを聞いた永山さんは何か思い当たる節があるのか苦笑いを浮かべていました。実際にこの放送から約2ヶ月後に永山さんは逮捕されることになったのです。この占いの内容と実際の出来事があまりにも一致していたため、一部では永山さんが大麻に手を出したのは付き合っている彼女が関係しているのではという噂が広まりました。しかし実際のところ永山さんの大麻使用と彼女との関係性は不明です。むしろ永山さんの彼女の友人が今回の報道を受けて彼女の精神状態が不安と語っていることから、彼女は永山さんの大麻使用を知らなかった可能性も考えられます。もし永山さんの彼女が大麻のことを全く知らなかったとしたら、この報道にかなり驚きショックを受けていることでしょう。次に永山さんが大麻を入手した経路について触れておきましょう。一部の情報では永山さんが大麻を入手した場所としてダブルというお店の名前が挙がっています。このダブルについて調べると、ウームというクラブではないかという情報が浮上しました。ウームは東京都渋谷区丸山町にある有名なクラブです。実はこのウームには過去に薬物関連の事件で逮捕された芸能人も出入りしていたことが知られています。2019年に大麻取締法違反で逮捕された女優の沢尻エリカさんも逮捕前日にウームを訪れていたそうです。また同じく2019年に麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されたカズマックスさんもウームに出入りしていたとされています。カズマックスさんの知人女性はクラブで薬物を勧められたと語っていたことから、このクラブ内で薬物の取引が行われていたのではないかと疑われています。永山さんについてもウームでの目撃情報があったそうです。ただしこの目撃情報の真偽は確認されていません。またウームは2023年6月現在も営業を続けており、もし本当にクラブ内で薬物の取引があるのだとしたら、なぜ警察の捜査が入らないのかという疑問も残ります。したがって永山さんが実際にウームで大麻を入手したかどうかは不明です。さてここからは永山さんの逮捕後の経緯についてお話ししましょう。永山さんは2023年9月1日東京地裁で懲役6ヶ月執行猶予3年の判決を受けました。これは検察側が求刑した懲役6ヶ月と同じ刑期でした。裁判では永山さんが起訴内容を認め、深く反省の意を示したことが明らかになりました。判決後永山さんは所属事務所のパパドゥを通じて謝罪のコメントを発表しました。その中で永山さんは自分の甘さと弱さから大変多くの方に迷惑をかけてしまいましたと述べ、深い反省の意を示しました。また今後の人生について許されるのであれば表現の仕事をしたいと思っているので、英語を勉強したり体を動かしたり文章を書いたりしていきたいと語り、更生への決意を表明しました。そして2024年8月31日永山さんは所属事務所のパパドゥを退所し独立することを発表しました。永山さんは声明の中で、一滴の水が川になるかのように長きにわたって育ててくださった関係各社の皆様、株式会社パパドゥの皆様、本当にありがとうございましたと感謝の言葉を述べました。さらにこの1年間皆様からの心のこもったメッセージやお手紙は私の胸に深く深く響き、何度も救われましたとファンからの支援に対する感謝の気持ちも表明しました。そしてこのように大きな力を与えていただいた皆様に、いつか恩返しができるようこれからも日々精進してまいりますと今後の決意を語りました。一方パパドゥ側も同日永山さんの退所について公式コメントを発表しました。
その中で皆様にご迷惑とご心配をかけた。2023年の夏から早いもので1年以上の年月が過ぎました。あやとさんにはとても長い時間だったように我々からは思われましたが、この間のあやとさんは深く深く反省をしながらも自分自身を見つめ直すことを忘れず、日々を大切に送っていたようにも見えました、と永山さんの姿勢を評価しています。また長年にわたり温かい応援を賜りましたファンの皆様、ご指導とご鞭撻を頂戴しました仕事関係の皆様のお一人お一人に心よりお礼を申し上げるとともに、引き続き永山あやとさんへの応援をいただけますよう我々元スタッフ一同からもお願い申し上げます、と今後の永山さんへの支援を呼びかけました。このように永山さんは逮捕から約1年後に所属事務所を退所し、新たな一歩を踏み出すことになりました。では独立後の永山さんの活動状況はどうなっているのでしょうか。現時点では具体的な出演作品や活動の発表はありません。これは芸能界への復帰に慎重を期しているためと考えられます。大麻取締法違反で逮捕された芸能人の多くは一定期間の謹慎を経てから徐々に活動を再開するケースが多いです。永山さんの場合も社会からの信頼回復を最優先に考え、慎重に次の一歩を踏み出そうとしているのではないでしょうか。ただし永山さんが今後の抱負として許されるのであれば表現の仕事をしたいと思っていると語っていることから、俳優業への復帰を諦めてはいないことがうかがえます。また英語を勉強したり体を動かしたり文章を書いたりしていきたいとも述べており、今後の活動もすでに念頭にあることがうかがえます。ですがまずは自身の再犯防止に努め、自分自身を律することが最優先事項でしょう。芸能界に身を置く限り薬物と無縁でいることは難しく、特に10代の頃に知人に勧められて大麻の使用を再開されていることもあり、完全に手を切るにはそれなりの時間が必要となるでしょう。そういった懸念点はありつつも、永山さんの演技力や魅力的な人柄を評価する声は逮捕後も根強く残っているようです。 SNS 上では永山あやとさんの演技をまた見たい、頑張って復帰してほしいといった応援メッセージが今でも多く見られます。逮捕後も応援をしてくれるファンへのためにも、二度とその声を裏切ることがないよう今後もしっかりと反省と再犯防止に努めてほしいですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。